本館近畿大学附属高等学校、中学校は大阪府東大阪市和歌江西新町に所在し、中高一貫教育を提供する私立中学校、高等学校である。高等学校においては、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では3年間別クラスになる併設型中高一貫校。 略称は、近中、近郊、近代付属、近畜、近代付。近畿大学に隣接している付属学校で、校歌は中学校、高等学校ともに近代の校歌を使用している。高校は、生徒数が約3000人もいるマンモス校である。そのため、朝礼は、学校全体として行われず学年ごとに月に一度、行われる。冬季の国感期には、 外での朝礼を行わず、必要時に応じて、校内放送で行われることが多い。校舎は、一般教室棟は5階建て、特殊教室棟が11階建て。近畿大学への内部進学は、主に推薦入試を経る方式であったが、高校在学中の成績や3年次でのテスト結果をもとに、無試験で、同大学に進学できる新システムが2005年より導入された。 開始2年間は以前の推薦入試と並行して行われた。これにもかかわらず内部からの一般入試合格者は毎年100名以上出ている。中学校からの中高一貫教育を実施したのは比較的新しく年々拡充しつつあるものの高校が主体の体制からは完全に転換できてはいない。 2013年より iPad を用いた ICT 教育を開始し、全生徒が自己負担で iPad を購入している。また、各教室にプロジェクターを設置するなど、先端的な教育を行っている。また、高校は男女別学時代を経験しており、1963年度から初の女子生徒を入学されるが、男子校を継続する形として、 近畿大学内の高校男子校舎から1キロほど離れた付属中学校、小学校の校舎内に高校女子部を設置された。略称は女子部、近女高校入試関連雑誌などでは男女共学で記載されたもの、男子部、女子部各校舎間が約1キロほど離れていたため、男子部、女子部との間での交流も一切なく、入学式、体育祭、文化祭、 卒業式などのすべての学校行事や昼食、交渉デザインもすべて男女別で行ってきた。なお、校歌のみ、男子部、女子部一緒。当時の男子部の制服は、黒のホックとメジャバラの海軍型詰め入り学生服を採用され、男子部校舎は河内の学習院と呼ばれていた。男子部の生徒数も毎年1200人以上入学しており、 三学年合わせて3700人も在籍され、全国の男子校の高校として最大数となり、学校全体としての朝礼は行われず学年ごとに月に一度行われた。また女子部も毎年130人近く入学し、三学年合わせて380人近くとなり、男子部、女子部合計して4000人のマンモス校となった。男女別学時代にも学食も設置していたが、 昼休みの学食での食事は男子部限定。通学路も男女別であり、男子部は近鉄大阪線、長瀬駅下車して、大学通りを徒歩、女子部は近鉄奈良線八戸の里駅下車から徒歩であり、男子部のほとんどの生徒たちは女子部の制服姿を見かけたことも一切なかった。また、春の選抜高校野球には男女別学として、 過去最多の6回出場しており、応援席のみ男子部、女子部一緒で行っていた。応援席も男子部、女子部に分断されている通り、男子部、女子部間に境界線を作り、半分が男子部、残り半分は女子部となっていた。試合が始まり、選手たちにエールを送る時も男子部限定で行われ、勝利した時の効果は、男子部、女子部共通であり、男子部、 女子部一緒に大合唱した。応援に駆けつけたほとんどの男子部の生徒たちが女子部の制服姿を見かけたのは一度限りでもあった。また、応援席も全員男子部の日もあった。男女別学時代の校歌もシングルレコード化されたことがある。放課後、休日は部活に所属する女子部の生徒たちが男子部の校舎に来て、部活を通して男子部、 女子部の交流の場となっていた。休日も男子部校舎内の学食も開店しており、学食での昼食は基本的では男子部限定であるが、部活で来る女子部の生徒たちも学食で昼食することも可能だった。当時の制服当時の交渉当時の昼食方法本校は学科、コース、学生数が非常に多いため、一年二組や三年 A 組との 日本では一般的なクラス名称は使われない。中高一貫コース以外、すべて高校からの募集である。また、2005年度から、軍別学年制が導入されて、以下のようにクラスが分けられている。教員はいずれかの軍に属する。なお、この軍は、学校側がコースをまとめるために導入しただけで、あるので、保護者や生徒にはほとんど関わりがない。 体の調和の取れた全人教育を進め、社会で信頼と尊敬を得る人材の育成を目指す。深い思作力、旺盛な研究心、高い学力を身につけた創造的能力を持つ、生徒礼儀正しく、豊かな上層と高い基品を持つ、生徒規則を守り、進んで責任を果たし、自他の人格を尊重する、生徒常に、保温感謝の念を忘れず、 進んで社会のために奉仕する生徒強固な意志を持ち、自らを開発進展しようとする生徒国際的視野に立ち、社会的事象を公正に判断できる生徒相互敬愛の精神を持ち、思いやりのある生徒を育てる。部活動では野球部から多くのプロ野球選手を輩出している。春の選抜大会では1990年第62回で、 全国制覇している。その後は2008年の夏の選手権大会、第90回記念大会、2018年の第100回記念大会に南大阪代表として出場している。過去に甲子園大会へは合計11回出場。高校野球での公式表記は近代付けがつかない。サッカー部は当初同好会として発足したが、後に 正規の運動部となってからは、大阪府下でも競合チームとなり、近年は全国高等学校サッカー選手権大会の大阪府代表として多く出場している。水泳部も力を入れており、過去にオリンピックに出場した選手を送り出している。男子は歴代最多15回、女子も歴代最多18回のインターハイ総合優勝経験がある。しかしながら、 校舎内に水泳施設はない。糸満スイミングスクールと関係が深く、スクール生を水泳部員として受け入れていた。一般生徒を対象とした水泳の授業はないという変わった面もある。他に運動部では、相撲、レスリングラグビー、スキー部など、また文化部では吹奏楽、囲碁将棋部などが全国大会の大阪府代表として選出され、活躍している。 ありがとうございます。